身の投球でジャイアンツ4連勝という結果に導きました。まず今日の試合振り返っていかがでしょう。まあ、あの初回から、球数がかさむ投球が、続いたので、次はしっかりと、いいチームができるように、またチームを勝利に導けるように頑張ります。立ち上がりからランナーを出す展開にはなりましたけれども、その度にコーチはどちらが今日のピッチングだと思いますが、振り返っていかがでしょう。はい、一人一人、集中しながら、投げれたので、それがいい結果につながってよかったなと思います。上原君、今日の1回というのは、まあ、不本意な部分があるかと思うんですけれども、どっちかというと雑草系長い人間、ブリッジの光と指で、まあ、そうですね、あの、ね、からは、もっと長い人間を投げれるように、関東、関東を目指して頑張りたいと思います。そうだ、高卒だから。そんな中、今日は打線が非常によく見てくれましたけれども、今日の先制点は戸郷さんのあの見事なスキルだと思うんですけれども、振り返っていかがでしょう。いや、たまたまちゃんとしっかりと転がってくれたので、ちょっと焦りましたけど、あと決めれてよかったなと思います。そして戸郷さんはまでにチームの8勝目、戸郷さんが投げるとチームは負けない、そういった流れになっていると思うんですけど、いかがでしょう。いや、もうあの野手の方に、毎回助けてもらってるばっかなんで、次は完封できるように頑張ります。力強いというのもありましたけれども、大見せにはこれが恐らく最後の攻撃だと思います。また次の勝ちを受けて、その完封の意味を含めて、またファンの皆さんに一言お願いします。はい、本当にたくさんの、